シーランやってみました。シンプル簡単バージョンですけども、ですねこれ英語がですねもうめっちゃ難しいです。この歌のタイミングがねこれ超絶ですよ。もうほんと早口言葉、ほんとねもう脳みそちょっと沸騰寸前ですけど、なんとかもう見なければもうとてもじゃないけど弾けませんでした。で今ね洋楽の時はですねガズはあの歌詞をプリントしてそこにコードを書いていくっていうのをやってるんですけど、今日はねすごい特別ですよ。見てください、コード、ループです。ずーっと最初から最後までこれ回してるだけです。Am と Dm と F と G7。この超シンプル入門コード4つをただただ回してるだけなんですよ。これびっくりでしょ?これが、この Shape of You の本当の正体なんです。このコードだけ。はい。で、これループといってずーっと回してるんですよね。はい。で、この歌詞をずっと言っていったってことなんですけど、これ今、ね、みんなに見せようと思ってこのコピーっていうか、映してるんですけど、私がどんなものを見ながら歌ってるか見せましょうか。すごいです、もう。言葉のタイミングとこのか、まとまってる、ここがめっちゃ早口だよとか、こう、メッセージで自分だけにわかるようにこれ書いてるんですけど、もう書きすぎちゃってもうわけわかんないみたいな感じですけどね。まあ、これをこうやってやってるんですよ。この、言いづらいところをカタカナで書いたりなんかしてですね。もう本当にね、これはもう、正月やるしかないって感じです。皆さん、こんな感じで自分でね、わかるようにこのタイミングとか自分で測ってわかりやすいように書いていくっていうのをおすすめしますけど、はい。これすごいでしょ?これが、ね、こんなになっちゃうんですから。はい。こうやって私は洋楽はなんとなくこう体に落とし込んでいく。ちなみに、今これ何時だろう ?12 時半ですけど、この曲拾い始めたのは10時半ぐらいなんで、1時間半とかで、ここまで。なんとかこう脳みそを柔らかくしてやってみましたけど、はい、皆さんもぜひこのね、これコードは簡単だよ。で、歌がとにかくもう
やばいっす。まあでも英語の練習と思ってこう早口言葉、みたいな感じでいいと思いますよ。ぜひ皆さんチャレンジしてください。あ、コードの解説ね。コードはもうわかるよね。これ Am と Dm と F と G7 は超初心者コードです。一応シェアしておきましょう。ガゼレリ必須コード。こちら役立つ10個のコードなんですよ。それは最初に覚えてもらいたい。で、この中の4つなんで、まずね、時間ある方、ここのリンクでコードをくれる超基本コードはマスターしてください。お願いします。はい、じゃあここからかっこいいバージョン。かっこいいバージョンは、本当はね、ドゥンタン、ドゥン、ドゥンタン、ドゥン、ドゥンタンってメロディーを入れたいんだけど、やっぱり弾き語りで歌うとなるとちょっと難しいウクレレだと。で、やっぱカッティングでいこうと思います。こんな感じです。こんな感じでやりたいです。タッツタッツタ。これはですね、16ビートなのかな。タツツタツツタツタツツタツツタ。まあ16ビートだろうな。ダドドド。これね、書きました。見て。こんな感じなんです。まずここ見てください。Am って書いてて、バツバツって書いてるでしょ。バツはカッティング。ダツツタツツタツ。今度 Dm。タツツタツツタツ。ずーっとこのカッティングなんですよ。Am と Dm と F と G7。タツツタツツタツタツツタツツタツ。これちょっとやってみると、Am 押さえて、これカッティングって言うんですね。この何にもないところでこうカチャカチャってやる。これ Am 押さえといてパッと音止めるでしょ。こうやって触ると止まるんですよ。その時にカチャってやるんです。これをカッティングと言います。カッティング、はい。今日はだからこれを使ってやってみます。この2つ16ビートと、カッティングの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、この曲は16ビートは16ビートなんですけど、すごい淡々としたやつなんで、ダダ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 、これでワンブロックになるということで、これは基本ここにカッティングを入れて、こんな感じになるわけです。だから16ビートといえ全部弾くってことです。つまりダダ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 ダ、2、3、4、1、2、3、4、1、2、これにカッティングを入れる。3、4、1、2、はい、こんな感じです。ちょっとここでリズムトレーニングしてみてください。16ビートってあんまり捉えなくてもいいと思う。ダカ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 って言って淡々と弾く感じです。はい、このリズムを使ってエド・シーランのシェイプ・オブ・ユー、かっこいいバージョンやってみようと思います。ちょっと脳みそをね、柔らかくしてやってみる。 1、2、3、4、come on baby baby come on come on baby baby come on come on
シーラーのシェイプオブユーガズレリューかっこいいバージョンやってみました。もうカッティングをしながらこの英語の早口ラップをやるというのはもう超絶脳みそ沸騰パターンでございまして、もう今カッカしてますけどね、楽しい。これはですね、長い時間かかります。これはものにするにはもう一日でやるというのはちょっとねあれでしたけれども、まず、テーゼとしてこういうやり方をやるということで、私も引き続きこの曲はちょっと、ね、弾いていきたいと思います。ちょっとお知らせです。皆さん、2023年はガズレリ10周年ということで5月にイベント開催ということでお知らせさせていただいてたいんですけど、チケット3会場ともソールドアウト完売になりました。皆さんどうもありがとうございます。これ5月なんでまたちょっと先なんですけどね、またちょっとこの辺についてね、ご案内もしていきたいと思いますんで、チケット買ってくださった方はぜひ注目しておいてください。もしかしてまた何かあるかもしれないというちょっとつながりのお知らせで、明日2月15日に、この本が、出版されますよ。これ子供と歌おうぜということで、童謡とかキッズソング、これおじいちゃんとおばあちゃんも楽しめる内容になってます。童謡もいっぱいだからね、これぜひぜひ皆さんゲットしてください。そしてですね、この本の出版を記念して渋谷のタワーレコードで無料イベント開催なんですよ。皆さん5月のイベントもね、10周年イベントもねソールドアウトになっちゃったんで、ぜひこのイベント皆さんはせ参じてください。どなたでも参加できるイベントなんですけど、タワーレコード渋谷店さんでご予約いただいたら購入していただくと、すごくいいことばっかりなんで、ぜひともですね渋谷店さんで、ゲットしてください。電話予約も受け付けてくれますから、遠方の方も大丈夫です。渋谷のタワーレコードでワイワイ盛り上がる3月12日、これ皆さん逃さないでくださいね。待ってますからね。よろしくお願いします。あとですね、いつもガズが扱っているこのウクレレ、 G ラボウクレレのポップアップショップオープンのお知らせ。2月25、26にお台場にあるデックス東京お台場ビーチでポップアップショップ開催です。フルモデルの思想とか、B ラインとか、アウトレットなどの展示もあって、これはね、ぜひ皆さんお時間ある方はお出かけいただいて、まず触るだけ、弾くだけでもですね、この G ラボの素晴らしいウクレレをご体感ください。最強、最高のウクレレだし。ぜひ手に取ってみてください。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんですよ。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもで、ね、ガズが使ってるジーラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。